阪神タイガースの元選手であり現役時代に15年間にわたりチームに貢献した関本健太郎氏45が自身の YouTube チャンネル「関本健太郎のセカンドライフで」で現在のチーム状況について語った特に注目されたのは今シーズン不調が続く大山悠介内野手についてのコメントだ 大山選手は5連敗中の2試合で4番打者から外されその後も調子が上がらず打率は199にまで低迷している関本氏はこの状況に対しスタメンを外すタイミングが来ているのではないかと指摘しているこのビデオで関本氏のコメントをもとに阪神タイガースの現状と大山選手の不振がチームに与える影響について深掘りしていく。 阪神タイガースは長年にわたりプロ野球界で強豪として名を馳せてきたが今シーズンは苦戦を強いられている特にチームの中核を担う大山祐介選手の不信が深刻だ大山選手は岡田監督の期待を一身に背負いシーズン開始当初から4番打者として起用されてきたしかし打率が2割を切るという状況に陥り 結果がが伴わないいい日々が続いている大山選手の不調はチーム全体の士気にも大きな影響を及ぼしている関本氏は4番大山が機能しないことでチーム編成が根底から崩れかねないと警鐘を鳴らしている4番打者はチームの得点力のようでありその存在が機能しないことで他の選手にもプレッシャーがかかる。 また大山選手が不振に陥っていることにより他の選手たちがカバーする形で負担が増大し結果的にチーム全体のパフォーマンスが低下するという悪循環に陥っている関本氏は大山選手をスタメンから外すことが必要な時期に来ていると指摘しているその理由として現状のままではチーム全体の調子を取り戻すのが難しいからだ 具体的には大山選手を一度スタメンから外しリフレッシュする時間を与えることが必要だと語っているこれは選手が精神的にも肉体的にもリセットする機会を与えることで再び本来のパフォーマンスを取り戻すための一つの方法だ阪神タイガースが再び上昇気流に乗るためには関本氏の提言を真摯に受け止めチームの再編成を行うことが不可欠だ。 具体的には大山選手をスタメンから外すだけでなく他の若手選手たちにチャンスを与えることも考慮すべきだ。またベテラン選手たちの経験を生かしチーム全体の士気を高める取り組みも必要である。さらに監督やコーチ陣も柔軟な戦術を導入し選手たちの強みを最大限に生かす工夫をすることが求められる。例えば、 金本選手を4番に据えることで新たな打線の組み立てを試みることも一つの方法であるこれにより大山選手が本来の調子を取り戻した際にはさらに強力な打線を構築することができる阪神タイガースの現状は大山祐介選手の不振により厳しい状況に立たされているが関本健太郎氏の提言を取り入れることで 再びチーム全体の調子を取り戻すことが可能だ大山選手を一時的にスタメンから外しリフレッシュする機会を与えることはチーム全体の再生につながる第一歩となるだろう。また監督やコーチ陣が柔軟な戦術を導入し他の選手たちの力を最大限に引き出すことで阪神タイガースは再び強豪チームとしての地位を確立することができる。 関本氏の提言を受け入れチーム全体で協力して乗り越えることで阪神タイガースは新たな一歩を踏み出すことができるだろう。大山選手もリフレッシュ後に本来のパフォーマンスを発揮しチームの勝利に貢献する姿を期待したい。